やハロー。はい、こんばんは。現在8月23日月曜18時49分になろうとします。はい、今日はキルラキルね、母が仕事に出てから16、17、18と見てきてますけども、あとブラドルブの8話とね、もう17話と18話、ラストが衝撃すぎて、もう、バクバク状態。はい、今ね、18話の感想を書いて、また、なんだかんだして、はい、今からですね、もう19話、もう気になってしょうがない。いきます。はい、僕はマジだ時にハマーと言います。瓶に乗ってジャグリングしてハーモニカにそしてタンバリンを叩く世界唯一の技の持ち主。テレビには25回くらい出ました。この本の著者でもあり、現在40歳、芸歴15年目のマジシャン大道芸人パフォーマーやってます。やればできる、諦めない。これを伝えたくて、主に子供たちの前でショーしてますけれども、現在はコロナの影響でイベントが全くなく1年半ほど、貯蓄を切り崩して生活してます。そんな中、アニメにハマりまして、約1年5ヶ月で、およそ410作品ですね、超えたかな、見てきてます。で、気づけば、アニメリアク職人と名乗りな、アニメリアクターやってますが、でかいハンデがあります。はい、もともとここは僕が一人暮らしをしてたワンルームの家なんですけれども、2017年の9月にですね、東京に住んでたうちのおかんにいろいろあって、一人暮らしができなくなりまして、継続も困難になって我が家に来ました。で、約束としては、まあ僕は世帯主なんで家賃、光熱費、更新料などは払う。その代わり、食費とその他を払ってくれという約束のもと、まあほぼ折半ですね。母は今、僕の家に住んでます。なので、ワンルームですから、いてない時しかこうやって声を出してリアクションできません。夜んかしはもうすぐ横で寝てるんで、声が出せへんというね、非常に厳しい環境の中でアニメリアクターやってます。ただ、やればできる諦めないよう僕は伝えたいと思ってね、会社員辞めてパフォーマーになりましたんで、もう今はもうね、このアニメリアクターを本気でやってますんでね、これがやればできる、諦めないという姿かというのをね、感じ取っていただければ幸いかなと。もう見ていただくば分かるんですが、もう僕の動画はもうほとんどが2桁しか再生されておらず、ずっと心は折れて死んでます。ただもう負けずにね、今はもうやったるしかないと思ってるんでね、頑張ってますんで、ぜひ応援していってください。やればできる。はい、ということでね、あとはもう本業を当然知っていただきたいので、概要欄にね、僕のホームページ、SNS 各種 PV 載っけてます。子供たちがね、僕のショーを見て喜ぶ姿、むちゃくちゃ可愛いです。あとはね、世界唯一の僕の技をね、ご覧いただければなと思いますんで、ぜひともよろしくお願いいたします。はい、それではですね、行きましょう。キルラキル19話です。すごい気になるところで終わってるんで、D アニメストア、3、2、1、スタート。いや、まさかね、リュウコがサツキの妹やったら死んだはずの、これがカバーズね。おうおうおうおお、服に食われた。これ食われた人はどうなの。え？なんかちっちゃい顔があるぞ。いや、満館食の親父。おお。ああああ。わあ、みんな化け物になっていってる。わあ、これ龍子の心臓が。あ、それでこれ心臓光ってんねや。うわー、これ龍子が娘っちゅうのはびっくりやな。マコのリアクション。あ、マコまで。ガマゴーリ。ガマゴーリが助けてくれへんかな。あ、来た来た、ガマゴーリ。うわ、マジか、マコが。おお、マコ壊れた。うわ、最悪や。うわ、最悪や。おお。わあ、心臓が戻った。
あれ、サツキは？ああ、落ちとる。なんや、このスイッチ。爆発？おお。サツキも飛んでるぞ、これ。うわー、ラギョスタジアム大爆発や。たどり着いたらいつも雨降り。これオープニングないパターンやな。あ、あるわ。はい、じゃあオープニングです。今年アニメ見て叫んだん3回目かな、多分。オッドタクシーの最終回で叫び、だ叫ぶほどびっくりしたのって、そんなないと思いますし、いや、キルラキル17話18話のラストは何人が叫んだでしょうね。すさまじい終わり方だった。これ19話も最後叫ぶんやろうか。もう今しんどいですわ、正味。ちょっと水分補給しときゃよかった。何も飲んでないですからね、ずっと。今日もね、うちの母が2時半に家を出てから、まあ2時40分ぐらいから2時50分ぐらいからかな、リアクション撮影してますけども、だいたい一本にね、ちょっと見てから、タイトル付けして、一応先にアップだけしてるんですよね、もう。で、そっから画像を拾って、感想を残して、だいたいこれに20分かかるんで、1話にだいたい50分ぐらいかかってます。50分から1時間。まあ、これが仕事です、今の。これ最終的にサツキと、リュウコが姉妹として幸せになっていってほしいというしか思えへんねんけど。さあ、ラギオスタジオも大爆発しましたけど、果たしてどうなったんでしょうね。1ヶ月後、もう1ヶ月経たん。このカバーズに飲み込まれた人だはどうなったん。マコもどないなったんや。あ、ガッツとまた、むっちゃ盗んでるやん。お、ん？あ、なんなんか。なんかののんがえらいセクシーな服になってるな。え、なんで1ヶ月経ったの、もう。あれ、これみんなヌーディストビーチの格好になってるのかな、北関東。わ、ああ、ほほほ。あ、ガマゴーリも裸になってる。あ、これヌーデストビーチの装備やな、これガマゴーリも。大阪や。
ニューズとビーチの秘密基地。マッコはどないなってんの。さすがガマゴーリ。あーマジか。どうとんぼりろもね。DTR。確かに。ラ行に、あ、カバーズね。ああ、なるほど。サツキどうなったん？あ、医務室リュウコか。あ、ずっとそうなん、1ヶ月寝てんのかこれ。いやいや、なんでこんなポーズやねん。見きすぎ。あ、鮮血が運んだやん。股間見てるぞ。ガマこれでかっ。
ガッツ。でっか。はい、 B パート。あ、サツキどうなってんのこれ、捕らえられてんの。ラギ面白かったんやん。ああ、あ、クロイドにやられたんや。おお、あれ生きてるやん。お、ええー、マジか。マト維新総一郎やったん。びっくりやな。何この液体。神羅高血。何神羅高血って。
何作ってんのこれ。究極のカムイ作ってんの今。あ、カバーズたちがついに。あ、これが爆山交流。何これミサイル。むちゃくちゃ多いやん。これがマコ？これ何なのこれ。あ、吸い込むんか。あ、違う違う。おおおおおお、マコ出てきた。はあ。なるほどね。救急救命救援が救急多いな。天に枯れて服を打つ。マコ全裸やぞ。さなぎ山が引いとる。すっぽんぽんではないですか。イチャイチャなどしておらん。何これハープ。うるせえ。これイヤホンしたらきつい。カバーズ管弦楽部。何これ。心の乳首に何を感じろ。風を感じろ。お、え、何これ龍子。あ、め、あ、目覚めた。すげえすげえすげえ。すごいな。これが肩立ちバサミの力か。え？おい。あら、龍子が、そうか、自暴自棄というか、そうか、自分が化け物やってことで、何？目覚めたけど、自暴自棄状態、これ。いやいや、鮮血かわいそうやぞ、こうなってくると。ちょっとエンディング普通に聞こう、ちゃんと。
あ、しまった。すいません。回す忘れた。あ、Cパートや。おお、つ、え、なにこれ、爪。おお、なにこれ。あれ、なんか、うん、まあまあ、ちょっとこれ、あの、あらすじ読んだらほぼネタバレになるし。はい、ということで今回の、びっくりポイントは、総一郎、佐々木の父は的井維新やったことですね。マジか、マジか、あれ焼死体みたいなあれね、なんか布みたいな着てたよね。ほんで的井維新に変身してたと。はあ、ちょっと忘れたけど、あと、さつきが何、利用価値がある、なんとか、なんとかだろう、ゴーラ、なんとかって言ったら、ちょっと忘れたけど、それが一体何なのか気になりますけどね。まあ、とりあえず、今回はもう、マコが、まあ、スポンポンで出てきましたけども、助かってよかったな、というのと、その、まあ、ラギオスタジアム爆破してから1ヶ月間、その1ヶ月が気になる。今後、その1ヶ月出てくるのかな。救急員なんたら、あれをイオリが、発明したと。まあ、素晴らしい画期的なアイテムですね。要はカバーズは人間を、何、出てこうへん言葉が、うん、出てこうへん、うん、生命力ちょ出てこうへん、うん、まあまあ、要は抜き取ったら動けへんくなるってことですよね、人間。まあ、一石二鳥な、武器をイオリは、開発したってことですね。いやー、にしてもちょっとラギオエグいな。で、新しいカムイを今作ってるということでしたね。うん。まあ、ちょっとこのキルラキルは驚きの連続でさ、後半。17話からかな。16話からかな。ちょっともうどこかわからん。うん。とりあえず今、16、17、18、19話、連続でね、あれいただいてたんで、リクエスト。で、次、ちょっと20話は普通に見て、あとはもう21、22、23、24。全部かな。もう撮っていきますんで。はい。これ、リアクションちゃんと撮るには、やっぱもう母のいない時間ですね。明日が母休みなので。1日置くかな。あ、迷うな。めっちゃ見たいな。この流行が、まあまあ20話は普通に見ます。はい。とにかくおもろい。とにかくおもろいです、これは。はい。ということでね、どうなるんでしょうね、この自暴自棄になった流行。ほんまに先月来いひんのかな、このまま。あんだけ心配した先月がかわいそうに。で、またね、四天王がヌーディストビーチの、装備になってるのは、良かったなと、うん。はい。ということで、キルラキルの第19話でした。どうもありがとうございました。よかったらチャンネル登録とか高評価お願いいたします。はい。以上、マジダイアログにハマでした。ありがとうございました。